どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、やっていきたいと思います。さて、前回光の雫を集め切ったので、さらに攻略やっていこうかなと思います。で、そうだね。一応攻略としては、ハリア、かな?ハリア城かな?まあ、サブクエもちょっとしたいのもあるから。これ、あれだもんね。多分イベントだろうけど。そうだね。ちょっと最初。あ、そっか。ワープできねえのか。そうだね。ワープできないもんね。ハリア城方面に向かっていこっか。あとさ、これ。遊園だっけ?ここどうなんだろうね。おう。ゾーラ族じゃん。ゾーラ族のものか。はいはいはい。湖の底で警備に当たっていますと。あれ?ゾーラ族のやつは生きてやがったのか。湖と一緒にあいつらも干からびたのかと思ってた。兄ちゃん知ってるか?この湖の底に神殿があるって話。あいつらがもったいぶって一体何を祀ってやがるか、すかしやがってる。口悪いな。深すぎて人間じゃ潜っていけねえところが、これまたムカつくんだ。さて。兄ちゃん、いい時に来たね。最高の瞬間、天にも昇る感覚のぶっ飛び体感アトラクション。今だけ特別サービスへ、修理以外は持ち時間なし、10ルピーポッキリ。持ち込み修理ってない?あ、じゃあやろう。大砲芸か。あ、大砲って俺が弾になんの?ほらー、やっぱ俺が玉かー。え?おっと、そういえば思い出したぞ。お前、ゾーラの里で死んでしまった女王に頼まれ事されてたよな。ハイラル城へ向かったっきり行方知れずの王女を探してくれって。助けてやったら力をくれるとか言ってなかったっけ?そうだね。最後の影の結晶石はハイリア湖の底。その力役に立ちそうな気がしないか。あ、何に使うかがよく分かってないからね。まあ、アトラクションというよりかは、移動だったね。おお。ん?やばー、顔やばー。はーい、ようこそ、ラッコお兄さん、トリップへ。夢いっぱい、ボーナスいっぱい、コッコと一緒に、ハイリア湖の空の旅、楽しいよ。今日は大きい友達一人かな?じゃあ、宝10枚行きチケット一人分。まあ、やるか、せっかくですね。おー、好きなコッコを選んで、いや、君かなー。うん、この子かなぁ。コッコ遊びか。え?これ、届かないよね?はぁ。なるほど。あー、で、あの上乗るとお宝があるんだ。はー。なるほどね。うん、コッコのハンコ。
ねえ、ハートの器ありそうだな。20ルピー。ワープできないから、30ルピー使うんだよね。うわー、これ、巻き戻し使いてー。巻き戻しできんのかな？いや、ボタン的にできないか。もうこの辺り。あー、そうだったね。君がいたね。さあ、奥義の習得もしちゃおっか。あっつ。めちゃくちゃ撃たれてんやけど。めっちゃ撃たれてんやけど。ま、ダメージないからいいけど。さあ、師匠、お久しぶりでーす。またったな。お前の働きでハイラルも幾分正気を取り戻しつつあるようだが、安心するのはまだ早い。さらなる強敵との戦いに備え、次の奥義を得る心構えはあるか？はい。よかろう。だがその前に以前教えた奥義、縦アタックの使いこなせているか、また試させてもらおう。はい、じゃあ次、第3、外もぎり、しかと体に刻み込め。背面切りって外もって言うんだね。縦だけでなく体全体が厚く、走行されてるような敵には縦アタックすら歯が立たない。そういう敵は往々にして前面ばかりで気を取られ、背後が無防備でやることが多い。横に倒しながら A ジャンプで連続して、はあ、これが外もぎりだ。横に移動したいんだけど、画面の関係上こうなる。敵の向き変わるめっちゃ難しいな。はい、了解。ローリングからのってことだね。うん、ジャンプじゃなくてローリングだね。まあでもこれ有効だね。あと4つ、あと4つ。長いな。さあ、行きましょう。うん、そうだね。もう。なんか、小回りが。そんな感じだな。小回りがうまく効かなくてって感じだね。エルダさん、いますか？お、ポストマン、お久しぶり。いたいた、エルダさん。お手紙届けに参りました。2通ね。はい、ありがとう。って言ってたんだね。まあ、アイテムゲットしたのと一緒だからね。ってね。はい。いいもん入ってるぜと、ただいま営業中。魚釣りと、かかりこ村ね。また新しいのができたって感じか。
でもワープできないからさ、結構行くのしんどいんだよね。まあ夜だけど、そうだね、夜だから人少ないんだろうな。ちょっといいかな、ジョバンニという男知っているか。いや、恋人から捜索願が出ててね。行方不明者が出てきた。あー、通り過ぎちゃった。出てきてるってことか。意外とね、嗅覚で道見てたから覚えてないね。この辺り左かな。これはゾーラ族の子供じゃないか。わしの専門外じゃよ。先生、このままじゃこの子は。困ったね、やっぱり人間の医者じゃ無理か。そういや前にオルディにあるかかりこ村の牧師がゾーラ族やゴロンたちの治療をしているって聞いたことがあるよ。それは本当ですか？じゃあその村へ連れて行けば。道中は危険だ。可憐な少女が困っているのを見過ごすわけにはいかぬ。我々がお供しようではないか。気合は一丁前だね。よかったじゃないか。かかりこ村に行くには化け物だらけの平原を二つも越えなきゃならないけど、これで安心だね。腰付けども二度と来るな。まあそうだね。まあなかなかだろうな。おや、若い剣士さんが一人残っているじゃないか。この剣士さんがお供をしてくれるらしいからすぐに支度しな。あ、じゃあ記憶がないってこと。あの子の知り合いなんだね。今は名前も思い出せないんだよ。残念だけど。いい子じゃないか。道で倒れていたこの子を危険を承知で必死に助けようとしているのさ。このハイラニーにいる兵士どもよりよっぽど勇気があるよ。力になってやりな。西ルート側の橋が使えないっていうなら、東側から橋を渡っていくしかないね。あいつまたいんのか。知ってるのかい？あいつのことは任せたよ。ありがとうございます。よろしければお名前を。
エルザ。エルザさん、この拷問は一生忘れません。お嬢ちゃん、そういうことは無事にかかりこ村についてから言うもんだよ。あんたいい目をしてるね。誇り高き獣の目だ。もし無事にかかりこ村に着いたらお礼をしてあげるからね。あ、ご遠慮します。いや、まんざらでもねえ顔したな、リンク。まあ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 、お礼はもらい行くか。ただあいつ角俺生きてたんだね。ちょっと待ってね、壁、壁、あー、その動き。さあ、問題はここからだね。ほら、あんたの出番だ。頼んだよ。盾持ちか。これ未だに分かんねえな。でね、こう回らないのよ、馬が。あー、バグったバグった。止まった止まった。あー、ガードを固めてセコイ馬に仕上がって。でもバカだな、脇ばっか固めて前はガラ空きじゃないか。それはいいんだけど、無理だね。天才すぎんだよな、マジで。うん、これでいい。いやー、しんどい。マジでしんどい。ゲートの鍵を手に入れた。どういう飛び方なんだろうな。やるじゃないか。この調子でこの先も任せたからね。いやー、むずいな。ってことはまた来るってことか。命中率高えな。やっぱそういうことだよね。よし。で、行き止まり。
なると、これをつけて。お？あー、はいはい。ちょっと待って。あった！動いてくれ！マジで。はいはい、開けよう開けよう。マジで馬ちゃん、お願いするよ。なるなぁ。よし、はいはい、ロックオンしたいけど、あー、もうこれなんだマジで。うわこれ、ね、結構な距離まで近づいて。で、爆弾が来た。で、そうだね、多分進路妨害されてルートが安定しないってことか。いや、マジで。あーで。
いや、マジで当てれねえ。むずい。やばい、ライフがあと1。いやー、まだつかねえなー。で、飲め。さすがにこれ飲まないときついね。うま、うま、うま、うま。頑張ってくれ、うま。あー急に当たるようになったね、弓がね。いやーマジで当たらないと地獄。いやーミルク大事。峠は越えました。あとは安静にしていれば回復に向かうでしょう。ところであの子の母親というのは、どうやら母親の安否を気遣っているようで、ずっと上事で母親のこと辛い思いをするでしょうね。僕はあの子が元気になればね、ずっとそばにいるよ。そうですか、ありがとうコリン。ねえエルザ、イリア姉ちゃんのことなんだけど、もしかしてイリア姉ちゃん、失われた記憶を取り戻すことは簡単ではありません。だけど大丈夫、焦らずゆっくりと時間をかけてあげれば必ずイリアさんの心は取り戻せますよ。だからそれまでのこの村にいてください。今度は君の勇気に我々が応える番です。ここは希望というものがあっていいね。苦労してきた甲斐があったよ。その腕をハイラルのために使ってみる気はないかい？希望をなくした王国にもそれを何とかしたいと思っている連中はいるんだよ。私も何とかしたいと思っている連中の一人なのさ。テルマと呼んでくれ。さてと、私はもう少しここにいようかな。イリアのことも心配だし、それにさ。エルザ、今度は私の店で会おう。実はね、あの店は我々の仲間の隠れ家なのさ。店の奥には城に通ずる抜け道もあるんだよ。なるほどね。何かあったらいつでもおいで。待ってるよ。
見届けれたね。あれ、もしかして墓場の方行く？もしかしてあの台座？台座ってかこれか。おー、ゾーラ族の封印だったんだ。そりゃ道理でいけないわけだね。息子を助けてくださって本当にありがとうございました。このかかりこ村は我がゾーラ族一族永眠の地。そうだったんだね。亡き夫キングゾーラの霊もまたこの地に眠っているのです。ここで息子が救われたのも何かの縁かもしれません。さあ、約束のものはこの墓の真ん中ですと。我が夫が生前勇者のために作らせたゾーラの力宿りし衣を。ゾーラの服を受け取ったゾーラ王家に伝わる特別な衣。はあ、衣装なんだ。装備している間は水中を自由自在に動き回れる。ただし炎や氷の攻撃に弱くなる。これで私もようやく王と共に眠りにつくことができます。ただ息子はまだ私の死を知りません。もし息子に会うことがあればこう伝えてください。母の死を悲しまず、一族の王として大しく生きてほしい。そして、母はあなたを永遠に愛していると。お前の仲間も全員見つかって、ついでにゾーラの服ももらったし、よかったじゃないか。けど肝心なこと忘れてないか？最後の影の結晶石をさ、光の精霊フィローニの言った言葉を思い出してみな。影の支配者ザントより、この世界を救うには影の結晶石が必要になるって言っただろう。このまま助けた仲間と一緒に戻っても再び悲劇を繰り返されるだけだ。さあ取りに行こうぜ。帰りはこの水底に眠る神殿へ。そっか、衣装なんだね今作ね。装備装備。あ、すごい。一瞬で、こんな変わるか。へぇなるほどね。こういう感じになってんのか、ゾーラの服。じゃあ何かしらここでもう一つ衣装が出てくる可能性はあるだけだね。まあ、剣もなんかそろそろ追加欲しいよね。まあ。はい。ということで、今回ここまでとなります。まあ、結構大変だね、操作がね、単純にね。難しい。正直難しい。まあ、泳げるねーっていう感じだね。まあ、とりあえず、衣装は手に入ったんで、本格的に、この辺りの攻略かなになってくるんじゃないかなと思います、次回はね。なんで、まあ、次回スタートがね、まあ、こっちスタートかもしれないね。とりあえず、買えるアイテムは買っておきたいっていうのもあるけどね。
ということで、今年ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。